ハルバー中心部ハルバー、または、ハルファーは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す、小都市である。この町は、ベルギシェスラントとの境界に近いザウアーラント西部の、ハリダシブに位置している。ハルバーは、メルキシェスザウアーラント西部、ラインラントとベストファーレンとの境界部、リューデンシャイトの西約 10km に位置している。 首湯は、海抜374メートルから海抜420メートルの山上に位置している。地域全域での最低地点は、オーバーブリュッケ近くの海抜275メートル、最高地点は、ハーゲビューヒャーヘイの海抜433メートルである。市の北部から、グレール川が湧き出している。この川は、グレールタール関の主たる河川である。 首ウの北をレイバッハ、南をボルゼンバッハが流れている。この二つの川は共にエネペ川の支流である。エネペ川自体は、市の南東約 2.5km のシュテルレンベルクの西斜面から流出し、ルール川に向かって北西方向に流れ、春川中心部から約 5.5km のブレッカーフェルト市内でエネペタール関によって、せき止められる。 市の北東部では、フォルメ川の支流ヘルバー川が湧き出し東に向かって流れ、南西部からはいずれも、ブッパー川の支流であるナイエ川、ヘイニゲ川、ベーバー川が流出する。すなわち、ルール川水系とブッパー川水系とを分ける分水帯がハルバー市内を通っている。地域は、北のグレールタール関から南のケルスペタール関まで南北12.7。 キロメートルの大きさである。東西は西の主弁家から東のオーバーブリッゲまで11.5キロメートルの距離がある。2015年12月31日現在、地域面積は77.23平方キロメートルで、このうち森林が27.87平方キロメートル、38.57平方キロメートルが農業用地である。住宅地、商工業地、 空き地は合わせて5.87平方キロメートル、交通用地は3.20平方キロメートルである。ハルバーは、北は、エネペルール軍のブレッカーフェルト及びメルキッシャー軍のシャルクスミューレ、東は、リューデンシャイと南東は、キールスペト境を接している。両都市は共に、メルキッシャー軍に属している。南西には、ビッパーフィールと、西には、ラーデフォルムバルトが位置している。 両師は共にオーバーベルギッシャー軍に属す。ハルバーは中核宿の多多くの集落で構成されている。ハルバーの地域における最初の人の痕跡は中石器時代のものである。ベルゲ近郊の大きな発掘現場、ポットハインリヒ遺跡からは3600点の人工物が発見された。ここは3つの発掘複合体で出土品は700点。 1400点、1500点に分けられる。もう一つの発掘現場が約500点が出土したノルメッケ遺跡である。この他にも同じ時代の遺跡としては270点の人工物が出土したフンツベルク遺跡や12カ所のラストプラッツ、25カ所のシュトロイフントがある。新石器時代の遺物の多くはゲーゼンベルクのハウスハイで ヒュルクスタール近郊で発見された。ベルクフェルト、アルテミューレ、シュレヒテンバッハ、リンガーベク、ファーレフェルト、ブリュニングハウゼンからも新石器時代の道具が単発で発掘されている。青銅器時代や鉄器時代の出土品はハルバーで発見されていない。日本の古い街道が交差する場所に位置するオバーホーフ、ホロバロは950年頃のベルデン修道院の 書領登録簿に初めて登場する。これにより、ハルバーはメルキシェス・ザ・ウアーラントで最も古い集落の一つとされている。10世紀の文書によれば、村の名前は近郊から流出するヘルバー側に由来することが強く推察される。中世初期、ハルバーは、教会組織上は流電社との司祭区に属した。村の重要性が増すにつれ、 ハルバーは1127年から独自の教区組織を有した。遅くとも1243年以降、ハビアにフェーメ裁判所が存在していた。この裁判所は1430年5月2日に行われたバイエルン・ランツフート公ハインリヒ16世トテリングの騎士との裁判によって知られている。このフェーメ裁判所は1753年に廃止された。 18世紀における最寄りの裁判所は、流電社との高等裁判所であった。1900年以前の時代にも、ハルバーは都市圏を有していなかったが、裁判所に関する記述が存在することは、都市風の機能を有していたことを示唆している。宗教改革は1550年にこの町にもたらされた。1635年、1636年に、ペストがハルバーを襲い、 1100人の死者が出た。この集落は、共に古くから一般的な交易路として、利用されてきた、ケルンからゾーストへ行く街道と、ハーゲンからジーゲンに通じる街道の二つの古い街道が交わる、交通の便が良い場所にあること恩恵を受けてきた。魅力的な場所であることは、ハルバーは、ベストファーレンで最も美しい村だという。 ベストファー練習長官のルートビヒホンフィンケによる発言の誘因となった。この村は丸く白漁の一部としてその両方の歴史と結びついている。したがって早くから工業化がなされた。鉄加工及び金属加工の兆しは早くも1780年代から始まった。およそ12年後にはすでに200人の金属産業従事者が住んでいた。 1818 18年には、ハルバーの人口は678人であった。アルンソベルク行政管区の集落表によれば、ハルバーは、フレギンに分類されていた。1838年の人口は521人で、このうち、カトリック信者が20人、福音主義信者が501人であった。この町には、2つの教会、7つの公共施設、72件の家屋、 9件の工場及び、水車、24件の農家があった。19世紀から20世紀の地元経済は、型炭造、鍛事屋、工具製造、さらには、合成樹脂化工業によって成り立っていた。1934年の経済には、アイロン工場、針金工場、鍛事屋、建築用、金具、型炭造、大型炭造、金属細工、仕上げのための鉄研磨、 月製造、フライパン製造、パイプ及び車体製造、電気産業が記されている。1887年のベストファー練習自治体時点は、ハルバーについて、町の付属集落と合わせて201の居住区に分かれた947軒の家屋に7787人が住んでいると記している。19世紀には、鉄道がこの町に流星をもたらした。 1877年開通のフォルメタール鉄道は、オーバーブリュッケ近くの地域を短い区間通るだけで、あったが、1888年から、フォルメタール鉄道のシャルクスミューレ駅から、ハルバーツ中心部まで、アルテナ軍営鉄道の狂気鉄道、ヘルバータール鉄道が、1910年からは、オーバーブリュッケから、ハルバーとラーデフォルムバルトを経由して、 バルメンまでのブッパータール鉄道が開通した。アンシュラークで、ブッパータール鉄道からビッパーフュールトへの路線が分岐していた。はじめに、ヘルバータール鉄道が1952年に廃線となり、ついでラーデフォルムバルト方面のブッパータール鉄道、およびビッパーフュールト方面への支線も1968年に廃止された。旅客路線はその4年前に、 すでに営業を停止していた。オーバー・ブリュッケ方面へは1995年まで貨物営業が続けられていたが、その後一時的に運行停止となった。2000年にシュライフコッテン鉄道 GMBH がこの路線を買収し、散発的な貨物輸送を再開させた。1912年10月1日にシャルクスミューレ地区がハルバーから分離され、独立した。 自治体となった。この二つの町はこれ以後アムト・ハルバーとして運営された。それまでは一つの自治体として運営されていたため、名前の上だけのアムトであった。アルテナ軍の市町村再編に伴い、アムト・ハルバーは1969年1月1日に廃止された。ハルバーはシュタットの称号を得た。シャルクスミューレはアムト・リュデンシャイトに属していたラントゲマインでヒルシャイト、 とともに新たな自治体シャルクスミューレを形成した。ハルバーでは1926年に NSTP の地域グループが創設された。1925年11月7日に新聞ハルベラナーツアイトングに地域グループ結成のための宣伝の夕べへの勧誘広告が掲載されている。この集会にプロイセン政府の8人の人物が参加していた。後に 地域グループリーダーとなるパウル・シテラー、後に突撃隊上級指導者となるエイリヒ・シュルテ、マックス・シェイファー、カール・ザンカーが NSTP に入党した。1931年1月1日、このグループには35人の党員がいた。さらに1940年4月に結成されていた突撃隊の隊員もいた。第41ハルバー中隊の名のもと、 暴力行為を辞さない者たちが集まった。彼らは政治集会の際にホールの監視を引き受けたり、異なる考えの人を襲ったりした。1931年1月24日、ハルバーで最初の SA による松末行列が行われた。500人から600人がこの行進に参加したと地元の政治家が書き記している。1931年3月9日、 ヘルマン・ゲーリングがカールス・ヘイエのホールに講演者として登場した。1500人を超える国家主義者がカールス・ヘイエで旗を掲げ、ゲーリングを歓迎したと任務についていた警官が述べている。1932年1月31日に SA 集会所が完成した。その前日に新聞、ドレッシュ・フレーゲル・ハルバー及びその周辺地域向け国家、 社会主義的戦闘士が初めて観光された。その目的はドイツ人に真実を知らせるためにユダヤ人による報道の独占を打破することであった。その後すぐにヒトラー・ユーゲントとドイツ少年団が結成された。その後数週間に数多くの行事が開催された。演説のトーンは次第に過激化していった。ドイツ人を吸い尽くす。 ユダヤ共和国という報告がなされた。ハルバーで自発的な行進が起こった。自由への道を切り開く我々の旗は地にまみれている。風が旗をなびかせ、機関銃がうなると頭が転がり、ユダヤ人は、遠吠えといった歌が歌われた。1932年末、ハルバーでは早くも128人の NSTP、党員がいた。これに加えて、ヒトラー有言と、 ドイツ少年団 SA の隊員もいた。さらに数多くのクラブがこの頃から国家社会主義の影響下に置かれていった。鉄カブ団や SA をはじめとするよく国粋主義闘争団体はヒトラーの権力掌握以前から政治闘争を過激化していった。ハルバーでも共産主義連合と社会主義連合がブラウネン,ンに対抗するために統合された。 NSTP が活力を増すにつれ、抵抗勢力も形成されていった。ハルバーにおける、反国家社会主義勢力には少なくとも7つのグループがあった。3つの KPDG 域グループ、国旗団、ローテヒルフェドイチュランツ、アイゼルネフロント、スピードである。ここから徐々に一連のローカルな自衛組織が形成されていった。フォルクバハウフ、ハンマーウントジヒエル。 アインハイツフロントといった独自の新聞によって特に労働者に向けて国家社会主義的イデオロギーを警告した。共産主義系新聞はカリカチュアを掲載して大資本を批判した。これは大資本が NSTP を支持していたためである。一方、アイゼルネフロントは闘争の呼びかけを強くした。アイゼルネフロントは1932年7月24日付の期間紙。 フォルクバハウフに赤いペスト、これを打ちのめせ。誰がこれをやるのか。あなたの拳が当たったならば、盗賊どもは労働者の拳が強く打ちのめすことを知るだろう。と書いた。SA の隊員を標的にした攻撃が続いた。3人から6人の小さなグループが褐色シャツを狙って王を出した。NSTP の催しはホイルヒトラーといったヤジによって妨害された。 国家社会主義の集会参加者が増加するのと並行して社会主義活動や共産主義活動も増加したことをハルバー派出所は記録している。反国家社会主義行事の参加者はしばしば300人を超えた。特にカルトハウゼン地区やオーバーブリュッケ地区は左翼の主中にある地区であった。カトリック聖職者ヨーゼフのインツヒは1941年に 除人主祭になった。彼は1941年8月23日に逮捕され、ドルトムントのゲシタポノローシュタインバッフヘに投獄された。その理由は、礼拝の後に、ポーランド人労働者に、タバコとチョコレートをあげた、というものであった。そのために彼は、ダッハウ強制収容所に5年間収監される罰を受けた。四年の拘束の後、終戦の数週間後に、 ヨーゼフのインツヒは、ハルバーに帰還した。彼は、困窮した友も敵も隔てなく、助け、報復することを考えなかったことで、人間の持つ偉大さを体現した。1948年に、のインツヒは、故郷の鳥り足教区に復帰した。ハルバーの司祭官は、彼の名を冠している。1950年代から1960年代に、急速な住宅不足が起こった。 その後、単世帯あるいは二世帯住宅用に適切な土地への要望が強まった。1989年以降、主に旧ソビエト連邦からの移住者、約1200人を受け入れ、融和した。工業が住民の大部分の生活を支えた。工房や小さな工場から現在の鉄鋼加工、型炭造、鉄、真鍮、 金属製品製造、合成樹脂加工及び、電子産業、電気産業分野の工場が発展した。1994年9月6日、バイパス道路が開通した。1969年1月1日、隣接する、キールスペの市域の一部と廃止された町村、リューラントの一部が、本市に編入された。ベスト・ファーレン福音主義教会とローマイコールカトリック教会は、 ハルバート・オーバー・ブリュッケに、それぞれ一つずつ教会を有している。この他に、福音主義の自由教会として、ハルバート・ベイバーに、自由福音主義教会があり、福音主義バプテスト教大団やメノーハ教大団が、ハルバーにある。さらに、新首都教会や、トルコイスラム教会組織も、ハルバーに存在する。2019年12月31日の人口統計によれば、 人口16,667人のうち40.8%が福音主義 16.、16.1%カトリックの信者である。残りの43.1%はその他の宗教の信者及び無宗教である。ハルバーの人口水ハルバー市庁舎ハルバー市の市議会は34議席からなる。 2015年のハルバー氏の市長選挙で、ミハイル・ブロッシュが新たな市長に選出された。彼は、当時現職だったベルンとアイッカーを相手に59.0%の票を獲得して当選した。図柄、三層の銀と赤の市松模様の横帯の基部の上に、金字に、テーブルと、フェムリンデが描かれている。解説、横帯の赤と銀の市松模様は、 ハルバーが属していたマルク白漁を象徴している。さらにシナノキの下の石のテーブルとフェムリンでは13世紀に設立されたハルバーのフェーメ、裁判所のフライシュトゥールを表している。この紋章はオット・フップによってデザインされ、1935年3月29日に帝国及びプロイセン内務省により認可された。ハルバーは 以下の都市と姉妹都市関係にあるハルバー郷土博物館の靴職人の工房ハルバーでは旧カトリック国民学校にハルバー郷土博物館がある。ここには特に農業や手工業に関する物品が展示されている。靴職人の工房や不意ごやかなとこを備えた鍛冶屋の炉も展示されている。またバターの製造も紹介されている。 さらに森や水の生物圏に関する部門もある。ハルバーのニコライ教会福音主義、ニコライ教会は1783年に建設され、町の中心に現存している。特筆すべきは、保護文化財に指定されている19世紀のオルガンである。1566年に最初の記録が残るレールミューレは、エネペ川に現存する最も古い水車である。 現在の建物は19世紀初めに建設されたヘースフェルダーミューレは市民団体によって修復され、現在は自然保護、文化景観保護センターの一部となっている。カールスヘイに1893年に展望塔が建設された。ここからはエッペサンチやベルギシェスラントの良好な景観を望むことができた。カールスルーへ展望塔は2007年夏に立ち入り、 禁止となった。老朽化がひどく、石材が壁から剥離している部分があったためである。この塔が再整備されるかどうかは不明である。本市の地域はザウアーラントロタール山地自然公園に属している。住宅地となっている集落地域や建設計画の適用地域以外の場所は、例えば自然保護区などのより高度の保護地域に指定されていない限り、 警官保護区に指定されている。市域内には3つの自然保護区がある。ビルデエネペ自然保護区、インデアボンメルト自然保護区、ヘイデ・ハルバーヒロハホである。ビルデエネペ自然保護区には、石英を含むモノリスがナンダースも存在する。これらの石英ブロックの集積は、自然文化財として保護されている。グライダー飛行場、イムヘイデ・ヘルピーネ屋外プールと、 テニスコート航空スポーツハルバー、航空スポーツフェラインは、ハルバー飛行場を運営している。この飛行場は、ハルバー、リムヘイデグライダー飛行場とも呼ばれている。この飛行場は、首湯の南、海抜418メートルに位置している。滑走路は1000メートルで、舗装はされていない。敷地内には、航空スポーツフェラインが利用している、格納庫がある。飛行は、 週末や祝日に行われている。ハルバー・リムヘーデ飛行場は2006年から稼働していない。ハルバー航空スポーツフェラインはこれ以降、格納庫だけを利用し、飛行はビッパーフィルト内へ飛行場で行っている。山歩きグレールタール席までの標識が備えられたツイール遊歩道や20本の周回遊歩道などのよく整備された遊歩道網の他に、市会をめぐる。 全長5 0トルの周回遊歩道もある。この遊歩道にはメルキシャー軍によって H の標識が付けられている。水泳ハルバーには人気のバルトシュビムバートがある。これはヘルバー側の源流の一つであるヘルピーネ川をせき止めたものである。水面の面積は6000平方メートルでノルトベストファーレン州最大級のプールの一つである。また、 長さ40メートルウォータースライダーがある。敷地内にはビーチバレーコート、子供の水浴び用プールや遊具施設もある。この他に学校センターには屋内プールがある。スキースキークラブハルバー 1957EV のスキー小屋やリフトを備えたスキー場はハルバーのコレンベルクにあり、シーズン中は利用できる。陶器にはリフトを使ってスキークラブの子供スキー教室が 一般のために開催される。下記にもリフトを使ってグラススキーやマウンテンボードが楽しめる。ハンドボールスポーツクラブトゥルクのハルバー、シャハルバーの経済は特に金属細工によって成立した。この産業から現在の経済構造が発展した。重要なのは鋼鉄の成形、型炭造業、鉄及び金属製品の製造である。さらに電気技術分野や 合成樹脂化工業も存在する。統計報告によれば、2017年6月30日現在、市内には6279人の社会保険支払い義務のある就労者がいる。このうち4218人が製造業に従事している。商業、接客業、交通、運輸業分野では928人、農林水産業分野では46人が、 働いている。公的及び民間のサービス業従事者は1097人である。市内の業者の多くは中小企業である。2018年現在、地元の企業として大型モーター用コンポーネント及びシリンダーヘッドシステム製造の世界的リーディングカンパニーメルキシェスベルク電子部品メーカーのニオシドや電気アプリケーションの パケットスイッチのスペシャリストである、キャスプ、アーン、ウィンクハウスを挙げることができる。工業オートメーションの分野で地域を超えて広く活動しているトゥルク企業グループはハルバーで設立された。2014年末、ハルバーのブルーフ地区のそれまで農地だった場所に、広さ8万6千平方メートルの図残ン平営、産業地区が開発された。 エッキングハウゼン及びこれに隣接するブルーフでは、図残年平へのふもとの農地に7区画の新しい産業地区が造成されることになっている。市はこれにより、地元企業の需要を満たす予定である。新たな産業地区に約90人分の雇用を創出することが期待される。しかし、その一部は単にハルバーから移転されるだけの既存の職場であると予想される。 とはいえ、図山年平産業地区は、ハルバーの経済的立地を守るために、重要な要素でもある。2013年にはすでに新しい産業地区について3県の建設紹介があったとされている。これまで、直接にせよ、間接的にせよ関係したものは、新しい産業地区の方針に会議的な態度を、とっている。道路ハルバーは、町を東西に貫く、連邦道。 B229 号線に面している。この道路を使って東に約1 6トルで連邦アウトバーン A45 号線の流電車位と南インターチェンジに達する。車での所要時間は約20分である。さらに、ハーゲンからの修道を百5 2 8号線がハルバーを南北に貫き、マイネルズハーゲンに至る。もともと連邦アウトバーン a 十四号線が ブルンツム近郊のオランダ国境からプッフェンドルフ、ベルクハイム、ランゲンフェルト、ゾーリンゲン、レムシャイト、ラーデフォルムバルト、ハルバー、リューデンシャイト、ベルドールを経由して、ザウアーラントのプレッテンベルクにまで通る予定であった。当時すでに存在していたアウトバーン A45 号線とのジャンクションは現在のナンバー13リューデンシャイト、北インターチェンジが想定されていた。 現在の A542 号線と、造林原ン市内を通る修道 L141、N 号線の2区間以外、A54 号線は完成していない。ハルバー文化の駅鉄道、ブッパータール鉄道の廃止後、ハルバーには旅客鉄道路線がない。1888年から1949年まで、ハルバーは、シャルクスミューレ域のアルテナ軍鉄道のヘルバータール。 線も運行していていた。最寄りの駅は、ブリュッケにあり、ここからハーゲン及び、リューデンシャイト方面行きのホルメタール鉄道及び、ケルンへ行くオーバーベルギッシェ鉄道が運行している。オーバーブリュッケ駅の再開により、2019年12月から、ハルバー市内に列車が止まるようになった。フォルメカは上流地域統合発展、公益コンセプトによれば、 シュライフコッテン鉄道を介して、オーバーブリュッケ駅で、フォルメタール鉄道に接続することで、ハルバー市は再び旅客鉄道路線に直接アクセスできるようになる。旧ハルバー駅付近には、文化の駅の北に、プラットホームや、パークアンドライド及びキスアンドライドのための駐車場、タクシー乗り場がある。文化の駅の南には、3階建ての建物があり、 自転車ステーションとサービス部門やオフィスがある。ハルバー市当局は2012年9月に広さ3万8000平方メートルの駅の敷地を売却することとした。駅の敷地約4500平方メートルが商業地に転用されることとなった。約2000平方メートルの大規模小売店や約1000平方メートルもディスカウントショップがこれに含まれる。このに ハルバー市を通るテネンベークの高台に住宅地が望まれている。2012年10月、レギオナーレ2013に伴い、オーバーブリュッケ駅回収のために136,500ユーロがハルバー市に提供されることが発表された。オーバーブリュッケの駅の回収は、フォルメタール鉄道の再開と拡張に関連していた。フォルメタール鉄道は2015年から、ハーゲンからシャルックスミューレ、 ハルバー、キールスペを経由してマイネルツハーゲンまで運行している。この路線の旅客運行の再開は地域改革の観点から最も重要な共通の重点事項であり、フォルメタールの未来志向の持続的発展のバックボーンとなるものでもあった。フォルメタールの4市町村を北のルール地方及び南のライン地方に接続することは人口を既存の場所に留め、 新たな住民や観光客をこの地域に呼び込むことに寄与するはずである。ハルバート、周辺地区とを結びつけるために、シュライフコッテン鉄道による本線オーバーブリュッケ駅との結びつきが望まれる。ドイツ鉄道 AG は、目的連合の要求に応え、旧駅を新たな停車場として、新しいプラットフォームを設ける。バスバス交通は、現在、主にメルキッシェ交通協会、 ルールジクバス交通、ハルバー市民バスによって運行されている。以下のバス路線が存在している。ハルバー市内には病院がない。ハルバーの医療は、流電車と、ビッパーフィールと、ラーデフォルムバルトの病院が担っている。中核宿には、シニアセンターベトニエンと、老人ホームバルトフリーデンハルバーがある。さらに、多目的施設、フォンビンケイコールシュトラーセに、 老人デーケア施設がある。この建物には、郷土博物館も入居している。旧駅舎は、私立図書館、食堂、広さ170平方メートルのイベントホールを有する文化の駅となっている。春バーには、様々な運営母体の幼稚園が合わせて6園、存在する。このうち五園が中核宿にあり、 残り1円は、オーバーブリュッケにある。運営母体は、福音主義協会、カトリック教会、労働者福祉事業団、ドイツ赤十字である。アンネフランクイコールギムナジウム中核宿に2校、オーバーブリュッケに1校、基礎家庭学校が存在する。ハルベラナー学校センターには、本家庭学校、実家学校、アンネフランクイコールギムナジウムがある。 オイゲンイコールシュマーレンバッハイコールベルは、メルキッシャー軍の商業学校であり、オステンドルフ地区にある。ハルバーにおける音楽教育は、ハルバーに文工を持ち、マイネルツハーゲンに本部を置く、フォルメタール音楽学校が担っている。フォルメタール市民大学はハルバーで文工を運営しており、成人教育のための様々な家庭を設けている。ありがとうございます。